ほう、亡国の王女か。帝国への復讐を願って覇王の剣を求めたな。剣の在りかをはかんでな。人間の力を信じず神などにすがった者の末路よ。あいつは人の体からミストだと。このミスト、ミュリンと同じよ。石の力に取り憑かれている。笑わせるな。人造浜関は人間の力だ。神々に挑む大志を抱いた人間が、その知恵で作り上げた人間の武器、真の覇王にふさわしい剣だ。与えられた浜関に頼り切っていたレイスウォールなど偽りの覇王に過ぎんわ。見ておれ、やがて全イバリー石に真の覇王の皆が轟く。神々の意志を打ち破り、歴史を人間の手に取り戻す。その名はベイン・ソリドール。あのお方が築く歴史にダルマスカの名は不要。レイスウォールの血筋ともども時代の闇に沈めてくれるわ。はい、えい、体に腎臓浜崎を埋め込んでやった。大僧侶は？ねえ、ラーサー様は？ジャージガブラスが連れ帰った。アルシュド奴も来ていたのか。ラーサーが争いを避けようとおとなしく従ったんですが、ジャッジベルガが暴発してね、雑魚を片付けるだけで精一杯だった。で、姫、あなたをロザリアに亡命させたいんですが。守ってやるとでもお望みとあらば、命に代えても。もっともあなたの方がお強いでしょうが、ベインを恐れるあまり牛の軍部じゃ先制攻撃論が主流で、将軍連中が勝手に戦争を始めないように姫を利用して裏工作を仕掛けます。お断りします。私はこちらで仕事があるので。覇王の剣で黄昏の破片を潰します。ああ、石の在りかは分かってませんが。検討はつく。テイト・アルケイディス、ドラクロワ研究所、帝国軍の兵器開発を一手に仕切ってる。俺が案内する。行きます。そちらの国での工作はあなたが。こっちはこっちでどうにかしろと。ご期待に添えればいいんですがね。あ、そうだ、ラーサから伝言です。国と国が手を取り合えなくても人は同じ夢を見ることができる。では失敬。
テイト・アルケイディスへはどのように？ロザリアの侵攻に備えて帝国は国境の守りを固めているはず。空からは無理でしょうね。当然海にも帝国水軍が網を張ってる。空賊らしくもないが歩きだ。サリカジュリンのあたりで国境を越える。いくつか道はあるが、ナルミナを通って北上するのが手っ取り早い。サリカジュリンを抜けた先にハンターたちの集まるキャンプがあるわ。そこまで行けば帝国の領内だから軍の警戒も緩くなるでしょう。ま、その先も相当長いけどな。準備を怠るなよ。